ソロリ物語より、足田価値の変化のことを大雲は、日本の怪談、随筆、民族資料などにある巨大な雲の怪異。犬張子、諸殺機器、地能、宿直草などの古書に記述があり、土雲造子平家物語では、山雲として知られる。漢文時代の奇談集、ソロリ物語には、足田価値の変化のことと題し、ある三夜に住む男のもによる、 大雲が60歳ほどの老婆に分け、髪を振り乱して襲いかかり、男に刀で足を切り落とされたという話がある。犬張子によれば、京都五条からすまで、ある山伏が大善院という寺に泊まったところ、夜更けに激しい音とともに、天井から煙くじゃらの手が伸びて、山伏の顔を投げたので、刀で切り落としたところ、翌朝には、 仏壇のそばに二尺八寸の大雲の死骸があったという。天保時代の信の気象録には、大雲が人間の世気を吸って、病気にさせたという話がある。信の国下もの地群飯いい山に、母子二人暮らしの農家があったが、息子が病気になって、雲が来る、雲が来ると言って、苦しむようになった。母親は雲を殺そうとしたものの、雲は病人にしか見えないらしく、 祈祷にすがっても効果はなかった。そのうちに息子を思う母の念の力が次第に母にも雲が見えるようになり寝床にいる雲を押さえつけたが逆に雲の糸に捕らえられてしまった。母の苦しむ声を耳にした近隣の人々が駆けつけ雲を殺して母を救い出すとそれは見たこともない巨大な雲だった。息子は一命を取り留めたものの血を吸われた上に 体のあちこちの皮がはげ、しばらくは杖なしでは歩けないほどだったという。これらのような雲の怪異の伝承は、年を経た雲が怪しい能力を持つという俗心から生まれたものとも考えられている。ありがとうございます。